おはようございます。本日2020年の6月9日水曜日、時刻は10時56分でしょうか。関市高校の近くでございます。まあ私の学校の近くですね。今からね、またね、名鉄のね、美濃町線のね、廃線跡を見学していきたいと思います。よろしくお願いします。とりあえずね、人工住駅というのが新しいんで、そこから行ってみたいなと思います。よろしくお願いします。いやー、今ね、あそこら辺にね、神社があるんですね。あそこの神社当たって、あそこに横断歩道があるんです。そこ渡ってきました。あれですね、あれ、あそこに遊歩道のやつが書かれているはずです。ネットで調べました。あ、ここに路面電車走って行ったんですね。路面電車って確か専用道があったはずなんですよね。あっちは関方面ですよ。なるほど、あっち行ってこんな感じなのか。いや、ここにはめっちゃ隅のお前さんが敷いていた私はここありました。ここでね、路面電車が走っていた景色というか、まあこういう景色を見ながらね、楽しんでいきたいと思います。あちらは下町という中学校だそうです。まああっち側を歩くよりはね、こっち側の方が安全でしょうね。歩行者自動車専用道ですから。ホームとかあればなと思ったんですけど、どこにホームがあるんやろうな。もうその後はよくわかりません。この先はもうどうしようもありません。では引き返していきますか。確かさっきあそこら辺が通せんもになっていたもんで、まっすぐ進んでどこで曲がっていたんでしょうか。ちょっと気になりますよね、本当に。思ったんだけどさね、これじゃね、なんかこの辺に線路が走っていたような感覚があります。あそこら辺なんか妙に橋の跡のようなものが見つかりました。あそこに進んでたんかな。多分そうだと思うんですけどね。ちょっとここ何も書かれてないから多分いいのかな。ちょっと歩いてみましょう。結構ね、砂利とかっていうか、まあ石が残ってるんですけどね、多分ここに走っていたんだと思います。確かあそこら辺が通せん棒だったはずだから、もうあそこはもう塗装されちゃったんかな。空はね、こんないい天気もめっちゃ暑かったですよ。もうほんとほぼ自然化されてますよ。廃線となって自然化されてしまうのはあれあれですかね。とりあえず引き返してちょっとあっちの方も見てみましょうか。なんかね、本当にね、妙にあそこと、まあそうですね、橋がかかっていたように思いませんか。なんか私にはそうでしか見えない。でもあそこに道あるでしょ。でもここ入っていいんかな。ちょっと怖いですよね。でも行けるような感じでもありますが、ちょっとね、悩んだ結果入りました。多分ここ私有地にはなってないですか。大丈夫だと思うんですけどね。ちゃんと仕切りもあるから多分大丈夫だと思うんですけどね。妙に橋はかかっていたような跡が思うのは私だけでしょうか。この先に沿っていきましょうか。なんかレールがあったような感じもしますよね。なんかさ、近くに工場、ここ絶対線路通ってましたよね。あ、舗装されてないところ歩いてるんでね。いや、なんか山登りしている感じのようです。学校出て22分ぐらいが経ちましたね。おっと、草が生えてる。もうここは自然化されているようです。多少ですね。近くには民家が、もうなんか竹ですかね、そんなものが生い茂っています。お、なんかこれすごいですね。木がぶら下がってます。もうここは誰も踏み入れていないということでしょうか。多分あそこもまっすぐに進められるはずですよね。失礼いたします。いやー、やっぱこの感じレール通っていましたね。この幅っていう感じが、ほんとあそこになんか見えるな。ちょっと行ってみましょうか。いやー、懐かしい。まっすぐ進めば名鉄の松森駅が残っています。まあ駅名表はありませんが、ホームとね、まあ、レールの木だけですが、まあそれらが残っております。ほら、これこの感じ。なんか鉄道、あれ、ふんじゃにがい、鉄道の川が渡れ構造に出ませんか。いいですよね。ここガタンゴトンガタンゴトンっていう感じで、渡っていたんでしょうか。こうまっすぐに抜けて遊歩道みたいな感じとなっております。いや、なんかさね、家の近くに駅を作るものですから驚くものですよね。だいぶね、名鉄の松森駅のホームが見えてきました。いや、すごい。今24分か、だいたい今30分あれば着くことができます。で、まあちょっと走ってみますか。40分あれば着くことができます。いや、すごいですよね、本当にこの感じ。白線もちゃんとありますね。こんな感じでしょうか。ここに屋根とかあったんでしょうか。でも今では列車はやってきません。寂しいですよね。でもね、こうやって一部残ってるだけでもいいですよね。ではここで終わりにしますか。松森からね、美濃の方はね、まあ、ちゃんとあそこ遊歩道のところ撮ってあるんでね、まあ、別の動画で出しますね。よろしくお願いします。
出しますというか、もうその動画に投稿済みなんでね、また概要欄にリンク貼っておきますので、ぜひ見てみてください。今日の動画は、ここまでとなります。ご視聴ありがとうございました。